また一つスキルを取り戻しました。きついバトルも少しは楽になりましょう。主人様、お気をつけて。参ります。見ていてください。よく燃えますね。主人様ったら天才かも。ご愛徳様、ブサイクモデルに用はないと言いますか。こう中身を見るまでのドキドキ感がたまんないっていうか。こんなの朝ごはん前です。行きますね。バリバリ呪うぞ。できる。炎天よ走れ。泣きすぎる。泣きすぎる。ご主人様ったら天才かも。なんか楽しくなってきましたね。主人様ったら天才かも。ご愛徳様、ブサイクモデルに用はないと言いますか。
行きましょう。参ります。
行きましょう。主人様からね。
ご主人様に決まってますけどね。参ります。それ泣き叫び。ご主人様ったら天才かも。尻尾汚れちゃいました。
ご主人様、気づいてます？完封試合の回数中級レベルを超えました。盤上は秩序をモデル化したもの。囲碁の中心点は宇宙の神王であり、麻雀は世界を逆さに俯瞰する牧卓なのです。大主との読み合いはこれ外界と内界をつなげる瞑想のようなもの。己を知るにはまず他人を知らねばなりません。なんてそんなうんちくなんかどうでもよくって、純粋に完封試合をするご主人様はかっこいいのです。なのでもっともっと完封試合を積み上げましょう。ダメージが少ないのはいいことです。偉人は誰しも実力を発揮できぬもの。
それでは張り切っていきましょう。
人は誰しも実力を発揮。おめでとうございます、ご主人様。また一つスキルを取り戻しました。きっついバトルも少しは楽になりましょう。ご主人様、お気をつけて。ソーラハントの始まりだ。死ぬ気で走りな。財宝はすべて私の、ご主人様のものです。お宝お宝っと。ゴミ拾いだけは早いとか。しました。おかしくないか。
ないか。チートしてるなお前。こんなの朝ごはん前です。いきますね。ご主人様に決まってますけどね。頑張りますね。何の天罰的面。
だかね。左も分からぬご主人様を殴った罰、とくもりでお返しします。覚悟しろ、ワカメ。可愛いからって調子に乗りやがって、口の減らないサーヴァントだから。本当感謝です。
しません。ほってやつをさ、
舐めて